やはやチャンネルのあやです。はやです。はい、今地元のポケストップに来ております。とりあえず回しましょうか。はい、今日は7個目なのでもらいます。進化アイテム出るって。進化アイテム出ます。あ、メダルコード、メダルコードもらえた。本当？じゃあ今日は東京の方に行きます。はい、ポケモン GO。いっぱい取れるといいね。なんか珍しいのがいっぱいいるんで、なんかここら辺と取れるものが違うらしいから楽しみだね。うんうん。はい、じゃあ出発します。5時間かけます。塩ラーメンって珍しいよね。川村。これすごいいっぱい麺入っとる。はい、着きました。着きました。はい、早速お台場に着いたのでどんどん取っていきましょう今日は。はい、なんか地元と劇的に違うっていうポケモンはいないね。だろ、電気タイプのポケモンいっぱいですね。でも結構白いのほら、貝やほらお台場ですよ。ごめん。なんでハイパーブル？それで最後。ゴー！はい、交代。ちゃんと。はい。あ、次グランプルになるんだ。はい。ああ。赤ギラドスだ。この赤ギラドスだ。これメスやん。なんだろ、ヒゲが白いし、すごいね、珍しいね、これ。覚えたのそれって、感情では一緒なの？一緒一緒、楽しい？回る？回らんと、手あ、火の嵐湧いた。あっちゃん、捕まえてください。いや、火なの？火なの？ママのポケモンプラス食べるなよ。ほらダメ、食べれへん。ほら全然食べれへん。捕まえられた。ブラブラ言ったの？なんか石つぶておるよ。石つぶてちゃんも捕まえてください。欲しいけど、欲しいけど。この地域のどう思ったしに、ね、どんなポケモン？全然遅くないよ。ねえ、どんなポケモン？え、釣りの見つからなくてもらえた。うちはパオパオ。岩君。いいよ。まだあやはまとって岩君が終わるまで。ゴー！釣りの見ハイパー。ハイパーボードはやばいだ。ねえ、なんでこれ固まっとんの？ハイパー。ゲットした？お、ゲット、いわくゲット。春やね。タンポポさんの件。はい、近くもう最後、早く雨狙いで行ってください。マジで SL90？ マジで、雨狙いの黄色で行きましょう。 SCP-5 やった、一発で捕まえた。すごいね。ゴーリキが湧いたみたいです。これで逃げたらもう知らないで、釣りの身に変えよう。昼の脳だよ。アタック。さっきのブチ切れそうだな。これは捕まえてた。捕まえた。やったー。でも来ました。はい、グランブルが先、ポケストップ。グランブルを捕まえましょう。グラグラグラー、グッドだ。グランブル85もらっとるわ。ようえやべー。釣り紙、うん、確実の方でしょう。初めて食べた。時間を埋めたいからね。もう何回使わせるの釣り紙。スーパーボールとハイパーボールの順で投げる。釣り紙ハイパー、これで3回目。お願いします。
おし、捕まえた。よっしゃ、捕まった。捕まえたよ。捕まえた。捕まえた。よし、図鑑に、新しく図鑑に。この辺は進化したポケモンが多いね。いいっすか。東京の方から帰ってきました。はい、はい、お疲れ様でした。はい、今回のポケモン遠征に行っての感想だけちょっとまとめときましょうね。はい、まず一つ目、ポケソースがとにかく多いね。ほうほうほう、うん、結構歩くたびにポケモンポンポンポンって湧いてたよね。うん、ここら辺ないけど。はい、その中であやはやたちが行った時間には残念ながら遭遇できなかったんだけど、その後ツイッターなどで確認したら、その同じ場所にポリゴンとかカイリュウとかヨーギラスとかメリープ電流などのレアポケモンが湧いてたそうです。あやはやたち日頃の行いが悪いのか遭遇できませんでした。できませんでした。できませんでした。けれど、あの進化後のポケモン結構いたことない？ゴーリキとか、うん、ドククラゲ、ゴロン、パルシェンとか、まあすでに持ってるポケモンばっかなんだけど、進化したポケモンっていうのがすごい多かった気がします。都会にはやっぱりいっぱいおりました。あともう一つ、帰りの高速の上でママやっちゃいました。パパは運転中で見れなかったんだけど、ママはバッチシー見ちゃいました。はい、見て。はい、サニーゴです。はい、進化にはこの子は沖縄南の方の地方限定のポケモンなので、あやはやたちはまだゲットしてません。はい、できません。まあひばあちゃん家に行ったら会えるかなっていう感じかな。めっちゃ遠いのに、そう、もう行けないかなって。ということで、ママは図鑑にこの黒い姿が乗ってしまいました。まあ嬉しいんだけどちょっと悲しいかな。はい、悲しいな。格安シムっていうのを使ってるんだけど、そのせいもあるのか、人が集まるところに行くとレスポンスが遅くって、ポケモン GO をまともに起動できない。それ以上にディズニーランド行ったじゃんね。行った時ものすっごく遅かったの。あそこ結構いろんなポケモン湧いてたんだけど、珍しいの捕まえ損ねました。東京に行く前に一つ進化アイテム取りましたよね。うん、何でしたか。メタルコード。メタルコード、ストライクとリワーク必要なんだよね。うん、進化に行った。でストライクの進化系はハッサムで、リワークの進化系はハガネール。はい、で前回ハガネールの方を進化させてますので、はい、今回はストライクの方を進化させたいと思います。じゃあ私やるやつ、いくよ。じゃあ泣き声だけ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。切ってやる。はい、オッケー。切ってやる。ポケモン図鑑1枚出ちゃう。こいつ赤くなったよ。そうだよ、ちょっと小さな赤いからね。赤い着色ではないと思った。違うよ。連続ギリ、辻ギリ。メリープを結構捕まえました。はい、なので進化できるので、メリープをモココに進化させたいと思います。モココ可愛いんだよね、ちっちゃくて赤ちゃんみたいな。はい、このメリープさんを進化させます。はい、なんで、ごめんごめん。俺は進化するぜって勝手に進化してた。うん。さあさあさあ、白色が可愛くなった。ブビーの感じになったよ。では立ち上がるんだ。かわいい。ブビーの、かわいい、かわいい。あ、図鑑に登録されました。イエーイ。電流になるためにエジャック必要。まだよ、まだ電流に必要な。電流が強いって言われてるポケモンなのね。うん、電気なの。
水には有利、はい、このように進化できました。はい、あやはやたちの周りにもレアポケモンが湧くっていう場所が何箇所かありますので、そこも狙いつつ今後もポケ活頑張っていきたいと思います。はい、今回もエンディングの後に恒例の卵割り動画があります。はい、最後までよかったらご覧ください。バイバイ、また見てね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございました。このあやはやチャンネルもチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。